トワイライトファイルシリーズは、ラブファンタジーをテーマにして、愛情、友情、家族愛、制限のないさまざまな、愛情劇を、映画化した、そしてシリーズ化したものです。監督はもちろんなんですけど、キャスト、スタッフを含めて、毎回これ作品ごと異なりますから、内容の方も、サスペンス、またラブロマンスもあり、アクション、時にはコメディと、色とりどりの、作品構成となっています。ですから多くの方々に、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。今回やっぱり新しい風を我々はこの映画というもので、作っていきたいと思ってます。ですから作品ごと毎回、新人を、起用するようにしております。ですからメインキャストとして、新人がこの作品には、毎回入っております。新人の起用については、毎回作品ごと、オーディションを行ってます。キラリと光るものがあれば経験がある、またない、問わず、主演に抜擢することもあります。ですから昨日まで、普通の生活をしていた人がいきなり、スクリーンデビューをするということも十二分にあり得るので、ぜひ、たくさんの方に、応募していただきたいなと思ってます。
クシングをやってまして、でその、まあ、ちょっと、まあ、怪我をしてあのボクシングができなくなるんですけども、またその夢に向かっていくっていう役どころなんですけど、まあ、最初はやっぱボクシングということでちょっと強めな感じで演じてて、で後半は、まあ、本当のなんか自分の優しい心を出して、こう意外性みたいなのを出してみたつもりです、はい。最近最悪の山本ひろこです。今回は、いじめのトラウマから不思議な力を持ってしまうという女の子を演じました。その不思議な力を持つ女の子にみんなやられちゃってるって言ったんですけど、何やられたの？魔法みたいなのかけられたちゃうちゃう分かんない。でも味方は魔法にかかれない女。まあ、医者っぽくない医者なんですけども、まあ、彼女のためにいろいろ反応して、でも結局みんな劇団の若さみたいなものにそのエネルギーに当たってくれるというか、結局原田さんと劇団さんになんか持ってられてしまったような気がしますよね、はい、金の亡者でね、一生懸命金を稼ぐつもりで行ったら、なんか変な女の子に、出会ってしまって、すっかり心の中が現れるという、そういう役なんですね。なんかやっててこれ、クリスマスキャロルみたいな作品だなというふうに僕は感じております。はい、なんかそういうこう、ほのぼのとした温かさが出たら嬉しいなという感じなんですね。初めてステージ上に立った時は16歳だったんですけど、その何て言うんですかね、もうその頃は若いうちはやっぱ勢いっていうのが大切だと思うし、あとまあ何だろう、まあ、初めてそういう舞台に立つとかっていう人はもうぜひとも、もう誰に強気がやっぱ大切だと思います。誰にも負けないという、僕もいつも思いますけど、現場に入るときは、皆さんと戦うつもりで現場に入るので、だから常にあの、まあ、戦うって言っても、まあ、こう芝居のやり取りの戦いっていう、ああそう来るんだ、あじゃあ俺もこうしようみたいな、そういうのがすごく楽しくなってくるので、皆さんもそういう気持ち思ったらどうでしょうかね。と芝居についてはどうかって分かんないんですけど集中することだと思いますね。例えば気持ちが仕事が終わった後、ね、飲み行くとか大学デートするとかってことを分かりやすく直接考えないで、この現場で自分は何をすべきかということをずっとこう集中着目するっていうことですね。やっぱり集中ですね。今学生たちにちょっと芝居を教えたりしてるんだけども、集中しろって言っても、こう集中ってどうしたらいいんですかっていうね、うん、今リュウちゃんが言ったように、なんかそのことに没頭する。で僕はその吉本という社長に没頭するっていうことが、なんか集中するっていうことなんだと思うんですけど、ね、その固くこう自分を固く集中するんじゃなくて、ポーンとこう開いて集中すると一番いいわけですよね。いろんなところにこういろんな音があったりするのを、ちゃんと自分がこう拾いながら、しかも大事な音と必要ない音とこう振り分けていくみたいなね、そういうことが集中までいけるといいかなという気がするけど。やりたいって思う気持ちが一番大事だと思うので、やりたいって思う気持ちとやりたいことを好きでいることですね。やっぱり僕らの仕事はいつどのような役が来るかわからないで、まず体が資本だと思うんですね。そのためには、まあちょっとしたアクションからそれからことまで要求されることもあるわけじゃないですか。
のためにそういう時に怪我をしないようにその要求に応えられるように体は作っておくべきかなと思いますね。健康な体作り、はい、37かなんか1年間仕事がなくてさ、とにかく役者ってなんか輝いてれば絶対仕事が来るはずだと思うわけだよ。なぜ来なくなったかよく分かんないんだけど、後では分かってくるんだけどね、いろんな悪口を言われたりしたのが原因だったりして、いわゆる干されるっていう状態になるんだけどさ、それ分かんないわけだよ。でとにかく輝いてれば仕事がまた来るはずだって。でじゃあ輝くってのは一体どうやって輝けばいいんだろうって分かんないわけだよ。だからもう自分で自分に輝け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 って朝起きてから夜寝るまでずっと言い続けるのよ。輝いてるか、今お前輝いてるか、今お前輝いてるか。1年くらい経ったら本当に輝いてきたんだよね。自分と向き合うことって大事ですよね。自分を知らないとやはりできないでしょう。子供時代役の園田美奈さんです。はい、よろしくお願いします。佐藤麻里役の山口冬美さんです。はい、よろしくお願いします。石川太一役の江口大成君です。よろしくお願いします。金子雄大君、田中翔也君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待てよです。頑張ろうよと思って、やったら君らの癖だったの。仲良くなっちゃったのかな。そうね、俺がよいしょよいしょするの。そのままいて、そのままいて。あっと思ったらみんな、ジョギングとみんな、ジリジリって来て。あっと思って、いい加減にしなさいよってやる女の子も一体もいいよ。なんかみんなそれ、だってすんじゃん。そういう子がいてもいいし、あーってなるのもいてもいいし。スラストポーションの形になるからね。りょう、何か知ってるんじゃない？はい。みんな、おとなしくしろ。なりません。あんたどっち？とにかく彼女を渡していただければ何もしませんから。みんな動くなよ。この子は俺たちが預かっていく。さあ来い。はい。正面一緒に頑張ろうよ。ここに出会ったらみんな同じ気持ちだと思うんだ。感じるのはこんな風にこんな話すようになったし、俺自身ここじゃないとこかってやつを探せたような気がするんだ。いい芝居とやらを作ってくれ。はい、ありがとうございます。まあ、要は映画を撮るので、はい、僕らとしては監督を探している時に、東監督とちょっとご紹介であって、はい、ちょっと資料をいただいたんですね。そうです、はい、それがきっかけです、はい、
なんかあまり年齢関係なくできる芝居かなと思って書いたんですね、最初は。で、まあ舞台用でしたから、まあ舞台といってもミュージカルで書いてたものですから、そのダンスと歌が中にふんだんに入ってるっていうお芝居で書いていて、それをまあ音をなくした状態になった時どうなるのかなっていうのは、まずこの映画にするときは一番苦戦したところではあります。セリフにしていくとか、イメージ的なものが歌うとダンスになってしまうので、それでお客様には伝わるんですけど、映像だけでこれを歌うとダンスなしで伝えるっていうのはどうしたらいいかなっていうのはちょっと悩みました。ファザコンって日本の映画にしても歌にしてもなかなかないんですよ、ファザコンプレックスって。でどうしてもお母さんのことが言うこと多いんですけど、でどうしても僕はファザコンプレックスっていうのに、そのバリーマニオンっていう方とかがお父さんの歌を歌ったりすることが多かったりとか、実は向こうの人って父親に対する歌って多いんですよ。でも日本はなかなかなくて、で、まあ、ファザコンプレックスというか、まあ、父親に対しての思いっていうのをドラマにしたらどうなるのかなっていう、まあ、みんなお父さんって意外と怖かったりとか親父とかってあるじゃないですか。それをドラマにしたらどうなるのかなっていうのは、まあ、最初のキーワードでありましたね。根底的にですね、まずその新しい人を使うっていうのと、はい、認知なる俳優さんたちも、はい、こんなキャラクターがあるんだっていうものもちょっと一つ取り入れたいなという部分があるので、はい、北村優君、はい、どうでした？このね、北村君は実はテレビのドラマで見ていて、意外とトップ役が多いんですよ、彼が今までやっていた気弱な子とかっていうのが。果たしてこの風間っていうのがハマるのかなってちょっと思ったんですけど、ハマりましたね。ハマりましたね。はい。一番の北村君の会話のところはどうですか？あのね、見せ方として、回想で、昔ボクサーだったっていうネタバレみたいになっちゃうんですけど、あそこの一人シーンで意外と好きなんですよ、彼のハマり方っていうのは。スタジオで一人でハマっていて、うわ、いいなっていう、あのあたりの顔つきがちょっと変わってきましたね、彼の。あれ練習したんですか、実際？しなかったです。もう2日も前ですか？はい。では相手役は新人になります、じゃあ、はい、山本涼子さんですね。あまり全然こう動きがないじゃないですか、彼女の役って、はい、初めから最後まで、はい、どこら辺が一番こうなんですか、ポイントとしてはどうですか？あのね、全く無な人間、マネキンみたいな状態で出てくるのが、徐々にこう人と触れ合って人に変わっていくんですよ。で最後みんなのこう応援とか泣いちゃうんだけど、テストから気持ちが嬉しくて泣いちゃって、それで実は本番中に目がもう跳ねてくるぐらいこう彼女が泣いてくれたところも、まあよしやしでね、本番撮っとけよっていう、目が跳ねちゃって向こうでこう目メイクさんに冷やしてもらって、本番になかなかすっと気持ちがすっと冷めて落ちゃったりとか、ちょっとバランスが難しかったんだと思うんですけど、非常に良かったですね。何をしようかこんなこと言うの。何行きましょう。原田大二郎さん。大二郎さん、はい、大二郎さんはビンゴですね。ビンゴですか。ビンゴですね。もう時間もね、夜中になった時もテストからもう泣き始めてくれて、大二郎さんがいいよって言って、まあ、こちらがこうセッティングしてる間にもう自分で一人でこうテストやってて、テスト中に泣いてるんですよ。もううわー、このハマり方ってどうなんだろうっていうぐらい、もうね、何十年も原田大二郎と看板を背負ってる大ベテランすごいなと思いましたね。監督も今言ってたんですけど、やっぱり長年やってるので、そのいろんなこう役者の浮き沈みを経験されてて、空いた時間はとにかくその若いその役者目指す連中集めて、ね、熱く語ってくれたことを印象に残ってますね。待ち時間も本当文句一つ言わず、じっと待っていただいて、で、あとはモデルから時田玲子さん、はい、不思議ちゃんでしたね。不思議ちゃんでしたね。不思議だったな。時田さんは実はモデルさんなんでね、衣装合わせの時にちょっと綺麗なものを着せると
絶対浮いてしまうなと思ったんで、これはないだろうっていう T シャツ短パン書いてもらったんですよ、うん、で劇中もそうなんですけど、これがね、この T シャツなんですよ、切れちゃってるっていうか様になっちゃって、彼女を着るとってかっこよくなっちゃうなって言ったら、もう本当に印象でね、どうしたものなんですかね、ああいう人は。もうそういうこう持ってる前から潜在能力あるんですよね、何着てもかっこいいですよ。やっぱね、アップになった時の表情はもう抜群ないんですよね。やっぱりこう表情を取られるってことはものすごいうまいですね。はい、そして、もう一方なんですか。はい、ゆうゆうじくん、はい、うまい、うまさがやっぱ本当にうまいですね、彼は。なんでしょう、はい、一桁やっぱ違いますよね、今回、はい、両原田さんは、はい、印象的にはもう嬉しいぐらいこう計算されていて、例えばリッチっていう、やっぱり見込みさん、どういうのか、まあ、サヤが倒れた、はい、バッとこう倒れ、立ち上がるシーンがあるんですけど、カメラの位置と方向、普通立ち上がるっていうと、まっすぐこう、うん、こう立ち上がっちゃうでしょ、それを畳目になっちゃうので、スーッとこう立ち上がりの場所と画角の中にうまく入ってくれたりするんですよ。本当に綺麗に隙間を埋めてくれながら芝居するんで、すいませんね、気遣っていただいてって言うんですけどね、ものすごくそういうところの計算もされていて、気遣っていただいて、うわやっぱみんなに愛されるお客さんってこういうことをちゃんとするんだなっていう、本当に嬉しい話を聞いたので、本当にうまいっていうことですよ。まあ、かなりオーディションで応募してくる人たちがいるんですけど、はい、監督目線でどんな人とこう仕事したいと思いますか、新しい人でしたら。まずは役柄のキャラクターかな。それと今例えば男の子とかでも北村君とかも髪型とかこうかっこよかったりねするじゃないですか、女の子も。だけど恋子っていっぱいいるじゃない、恋子っていうか、こういう髪型してる街にすごくいっぱいいるじゃない。とそれは多分、そうだな、例えばジャニーズ系だったりするようなこう憧れたりとかする子とか多いと思うんですけど、10人ジャニーズ系ってありえないんですよ、ドラマって。で、10人 JJ 系ってありえないんですよ。だから、自分の持ち分、キャラクター、例えば暗く見えるんだったら暗く見えてもいいな。太ってんならいいじゃん、頑張って太ってれば、だってちっちゃくてもいいじゃないって、背がちっちゃくて頑張ればっていう、なんか平均的にならない子の方が面白い気はしますね。やっぱオーディションで勝ち取ったものって結構いいんですよ、自分の力で勝ち取ったっていう自信が出るんでね。それからずっと、まあ、白銀館でデビューして帝劇やりたいなって、帝劇でミュージカル出たいなって、そこまではやめたくないなって思いながら、まあ、ミス・サイゴンというミュージカルで1年半定劇ができて、どんどん夢が自分でやっぱり叶っていく分、努力もすごくするんですよね。ダンスレッスンだったり歌のレッスンとかってかけたりすると、自分のお金に、あ、体にどんぐらいお金かかってんだろうなって思うと、それぐらいのレッスンして、で自分のものにしていって、でやっとなんかこう出れるようになってきてっていう、もうその繰り返しですからね。あのレッスンした方がいいです、いっぱい、自分の体にね、どんどん投資しないとダメです。だから、ね、勝ちでは絶対出ないですね。皆さんどうも、北村優です。キャストの皆さんともなかなかこうコミュニケーションを取る場がなくてですね、本当にセリフでの会話が一番多いんじゃないかぐらいな感じなんですけど、でもそのセリフでの会話が逆に今回の作品ではいい風になってるんじゃないかなと思います。だから全然
本当に知らない人同士がセリフで話せるっていうことは僕にとってはすごく気持ちよかったんで、なんかすごく良かったです。はい、まあ、初めてもう8年目なんですけど、そのなんか皆さん の, そのフレッシュさっていうのがすごく僕にとってはいいものを見せてもらったなと思うわけです。はい、僕もやっぱ初心の心っていうのはやっぱ忘れないようにこれからもしていこうかなと思います。あとまあ原田龍二さんと原田大二郎さん、まあ、今回は大人な2人にもすごく勉強させていただいたので、またどっかで皆さんとは会える機会があればぜひ皆さんとまた演技がしたいなと思います。監督、スタッフの皆さん本当にありがとうございました。佐伯佐恵役の山本ひろ子です。いじめのトラウマから不思議な力を持ってしまう女の子を演じました。今回はセリフ自体が少なくて、目で表現するお芝居が中心だったのですごく悩んで苦労したんですけど、さやの気持ちの変化が伝わってくれたらいいなと思います。長野美里役をやらせていただきました、時田玲子です。なんかあんまり遠い感じもしなくて、結構こう自分のままやらせていただきました。見た方楽しかったですか？そしてこれから見る人はすごく面白いというか心がこう温かくなるようなお話だと思うので、ぜひ見てください。渋谷浩一役をやらせていただきました、生島直樹です。何でしょう、やっぱり人間っていうのはどこかしら自分をこう作ってるっていうか、素の部分で 100% 出せてる人っていうのはやっぱりまあないこともないかもしれないですけど少ないと思うんですよ。で今回この作品はそういうのを通してまあ少しでも心の解放というか自分を楽にできたらまた別の方向にいい方向に向かえるよっていうものがテーマの作品になってると思いますので、そういうのを少しでも見ていただいて見終わった後にですね、まあ皆様の心の中に少しでも残っていただけたらなと思います。白鳥美咲役の美馬涼子です。涼に対してボクサーに戻るのっていうふうに語りかけるシーンがあるんですが、あそこで本当にこうボクサーとして夢を追いかけてもらいたいっていう涼への気持ちと、本当はそばにいて一緒に劇をやっていたいっていう両方の気持ちが織り交ざっている表情をできたと思うんですが、ちょっとまだ分かんないんですけど、その辺に最後美咲の本当の恋心のワンカットだけなんですが出てるといいなと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。三上春樹です。リッチーです今回リッチー役やりました三上春樹と言います。楽しかったいや生まれて初めて、おかまさんというのをやりましたけど、今回野口先生、原田龍二さんと2人で個室で熱いトークを繰り広げてます。まあ見た感じでどう ご解釈いただいたか想像に任せますけども、かなりいい線いってました。龍二さん、ここで告白します、お付き合いしてください、まずは友達からなんて本当にありがとうございます。これからも応援してください。ありがとうございました。医者の野口秀夫役の原田龍二です。初めて台本を読ませていただいたときに、やはり若者の群像劇、の中にその一人一人の若さぶつけ合うという、それが一貫したテーマだと思います。そこから結末
は書かれてないと思うんですが、そこがこの本の良さで、やはりこの作品を見て、特に登場している人物と同世代の方たちには考えさせられるテーマが随所に散りばめられていると思いますので、まあ、何かを念頭に見るというよりも、もう純粋な気持ちでフラットの状態で見ていただいて、見終わった後に自分ともう一度向き合ったらいかがかなと思います。はい、若い人たちがね、みんなピチピチしててね、生きがいよくていいですね。僕はもう64になりますけども、年寄りもそうです。年寄りだってね、生き生きとして若々しくいなかったらね、ダメですよ。だからもうとにかくピチピチとね、生きようよっていうメッセージはこのドラマは、十分に皆さんにお伝えすることができると思うんですよね。ぜひその、お年を召した方も、人生とにかくつまずいてられないんだと、前に行くしかないんだっていうところでね、元気を取り戻してくださるような、そういう作品ができてたら嬉しいですね。後藤剛役をやりました岡本貴治です。現場もすごく温かくて、楽しい現場だったんで、すごくやりやすかったです。大川真由美役をやらせていただきました渡辺妙子と言います。大川という大川真由美という役 の、本心と思ってとの違いが出るところが一番見どころだと思います。阿部由紀です。田上の武功役をやらせていただきました。そこまで対立する、相手と対立するほど気が強い子じゃないので、そこの役作りがすごく大変でした。白沢翔一役の木村康夫です。さやという人物に出会ってですね、その中から徐々に、まあ、本来の自分というか、まあ、こうあったらいいなというその自分の姿というものをですね、出していけるように、役作りをしてみたんですけども小林茂雄役の菊池由紀です。原田大二郎さん演じる父親役との、真っ向勝負のシーンがありますので、まあ、奥の役の見せ場はそこだけです。そこだけでも、皆さんに見ていただいて、まあ、何か感じていただければ幸いです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。原田龍一さん、オールアップです。お疲れ様でした。ありがとうございます。挑戦させていただいて、とにかく皆さんの足を引っ張らないように、
頑張りました。私も時田さんと一緒で今回初めて映画に出させていただいて、ドキドキして結構セリフを間違えないようにということばっかりに集中しちゃったんですが、最後は演技を楽しむことができました。やはりこの作品でも何か皆さんに感動をしていただくことができるかなっていうことと、それからこの作品の女の子たちが非常に目が輝いているのを今でも覚えております。僕の涙を拭ってよ、せめて夢ではそばにいてよ。こちらにおりますでしょうか。ありがとうございます。心がナーバスになることが皆さん多いと思いますが、この映画を見たらすごく少しでも気持ちが晴れるかなと思います。いい経験をさせてもらったなと思って、勉強になることもすごくあって素敵な時間が過ごせました。一人一人のキャラクターがうまく立てたと思ってはいます。心と心の触れ合いを通してスクリーンの中で様々な人間模様を織り出します。そこにも注目して見ていただきたいと思います。